ピョートル・ニコラー・エービチ・ポースペイロフは、ソビエト連邦共産党の幹部、ソ連科学アカデミーの学者、プラウダ編集長、マルクス・レーニン主義研究所の所長である。厳格なスターリン主義者として知られていたが、党内党争時に即座に、ニキータ・フルシチョフの支持者になったことで正解を、生き残った。1898年に、コナコボで生まれ、1930年に、 赤色教授研究所の経済学部を卒業した。共産党が公式に編纂した当時、ソビエト連邦共産党の歴史の主要執筆者の一人であり、当初はスターリン時代の当時の基本的なテキストとなった。また、スターリン時代のソ連が行った大弾圧を調査する機関、ポスペーロフ委員会の委員長としても知られており、その調査結果に基づいてフルシチョフは、 秘密演説すなわちスターリン批判を行った。1969年の共産党の理論しボルシェビキの記事で、トロツキー主義者による反例人主義を挙げた挑戦に直面した際に、党断決の砦としてスターリンを称賛した。1979年にモスクワで死亡し、ノボデビチ墓地に埋葬された。ありがとうございます。